こちらこそありがとうですよ。私、うちは作ってたよね。うちは作ってたよね。いつも起きてる。かわいい、ありがとう、こんばんは。こんばんは。ピカピカありがとう。嫌なこと一番好き、本当ですか、それは。本当ですか、それは。旅行と家はどっちが好きですか。ピカピカありがとう。まあまあ、待ってましたか。ピカピカありがとう。え、めっちゃ近かったよね。めっちゃ近くてびっくりした。いや、レス送ったよ、いっぱい。ピカピカありがとう。真剣に画面見るタイムです。かまわ。お次はちゃんです。まあ。お疲れ10個ありがとう。超絶かわいいバラありがとう。こんばんは、わわ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 わバラありがとう。こんばんは、ピカピカありがとう。ハートありがとう。ピカピカ3分の1ハートありがとう。ハートありがとう。そうだよ、写真のカードついてくるから。いや、ボグさんめちゃめちゃにいいですよ。あの、見ましたか、星野書店さんが載せてた、イワンのその生写真カードみたいなやつのあの顔みたいな感じ。ナチュラルメイクですね、あちら。お疲れありがとう。ピカピカありがとう。花束ありがとう。エルフのアニメか。エルフって何、エルフって。エルフがわからない。めっちゃ可愛い？めっちゃ可愛いならいいんだけどさ。ハートありがとう。ハートありがとう。わかる。いや、もう眠いよ。フォローありがとう。名前長。ピカピカありがとう。星しか方ありがとう。直接見ると可愛い？朝鮮 T シャツじゃないですね。ハートありがとう。結婚して、宮丸さんとするのでお断りにーす。えらい、ありがとう。ハート、ありがとう。え、ピザマンより豚まん派。いやいや、豚まんね、食べる、ん？豚まんと肉まんって何が違うの？いや、なんか豚まん、肉まんあんま好きじゃないんだよね。ハートありがとう。6月23等物件先と、あ、本当に？もう届いたの？もう買ってくれたんですか？ありがとう。ピカピカありがとう。久々に来れた。言ってたね、なんか来れるって。家には癒しでしかないですか？どんな感じの写真？え、あの、その生写真、え、わかんない、生写真、あの、え、わかんない。何、あのサンプルの写真は何、あれは。流れ星ありがとう。仕事忙しいの今日。お忙しいところすみません。お忙しいところすみません。さあ、今日はですね、ボグさんゲットしてね、けいさん、ピカピカありがとう。ナチュラルにゃんです。ブチギレじゃないよあれ。ちなみに見てください、鍵盤ハーモニカ。ニャンニャンは鍵盤ハーモニカをゲットした。まあ、この紐なかったんで、もう直接なんですけど。紐消えた。メロディオンじゃない、あの鍵盤ハーモニカです。鍵盤ハーモニカです。本当は紐ついてるんだよ。でも紐なかった。弾けますよ、いくよ。ピアニが来ました。ちょ、なんか前さ、鍵盤ハーモニカの話になったから、ちょっとやってみました。こんばんは。嬉しい。
限りだね。間に合って、あ、まあ、間に合った、そう、間に合ったね、間に合った、間に合った。ゆあが、あれ、荷物置いて、ちょっとしたら来たみたいな。え、見た見た、あれ、やばい。あれ、ゆあ、なんか、見たことあるんよ、あれ。やばい、あれ。本当に10番、17番、可愛かった、押してた、私ですね。河村移動してないよ。多分、この画角が移動しましたね。こんばんは。ありがとう、予約してくれたの？信玄餅まだ食べてない。信玄餅チャレンジしてない。あ、そういうこと？ただの言い方の違いってこと？え、サブ3つ買ってたよね、結局。でもあれしょ、ホットペッパー入れたから辛かったんでしょ？なになに？お肉強め？ピカピカありがとう。うん、たポストカードかな。ポップコーンピカピカありがとう。え、肉多めやだ。肉多めやだ。信玄餅チャージ別にしてもいいよ。してもいいけど。鍵盤ハーモニカなのにこうやって持ってるからさ、なんか謎。ちょっとさ、全然わかんない。あの、反対で見てるから全然わかんない。音が書きました。このドレミアサラシロはユアは書かなくても読めたんで書いてないんですけど、あのね、やっぱりさ、こういうさ、その何、幼稚園でしか、幼稚園じゃ小学校、幼稚園小学校でしか使わないものはやっぱりお下がりになるんですよ、私のものから弟へ。そうなんですよ。誰か歌詞送って。ちょ、いやさ、スマホ調べれないから誰か、あの、簡単ピアノの楽譜で、簡単ピアノみたいな、かん、じゃ、簡単な楽譜で何々弾けるって調べてで送って、歌詞、あの、ドレミアソラシドみたいな送ってください。大好きって書いてしまっていたね。え、てか、あのコメントのさ、やつはさ、本当に見てなくて、全然見てなくて、スルーしたとかじゃなくて全然見てなかったから、あ、書いてたのみたいな。コナツマラスライス違います。ゆあちゃんの当ててこだもーい。ピカピカありがとう。またありがとう。鍵盤ハーモニカもあるよ。鍵盤ハーモニカじゃないよ、これ。え、鍵盤ハーモニカじゃないよ、これ。鍵盤ハーモニカはなんか、あの、こうやって吹くやつだよ。これはピアノ。ん、違う、これは何。あれ、鍵盤ハーモニカって言った？いいわ。え、じゃあこれは何？え、わかんなくなっちゃった。キーボードじゃないよ。ピアニカか。ピアニカか、危ない、やだ。達筆じゃないよ、別に。これ弟が書いたから。ユアじゃないから。相対音感です。ママ今日も見に来てエスケープ。ちょっと待って、当てるわ、音。待ってね。ドゥンダ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 ン。いや、むずいな。Take me, take.
てたよね今。似てたっていうかそうだよね絶対。え、引けちゃいました、引けちゃいました。あ、結婚より家好き、あ、間違えた間違えた、旅行よりも家好き。結婚してはまあまあまあ、あのそうですね、いっぱい会いに来たら。どういうこと？オンラインで予約したありがとうね。これはもうね、幼稚園か小学校ですね。だるまじゃなくて、くまちゃん、くまちゃん、ふうさんありがとう。固定コメ、あ、書いてないわ。4000人達成で何する？何すればいい？なんかさ、3000人でコスプレしちゃったからさ、どうすればいいかな。4000人いったら何すればいいんだろう。4000人とかもう多分来年ぐらいだよ。4000人いったら、いったらでいいや。今日もめっちゃ可愛いよ。え、ボリュームありありだよ。上手い人の持ち方やめて。上手い人の持ち方。猫産んじゃったです。猫踏めなかった。こんばんは。じゃあ弾けるよ、弾けるけど聞いて、今この逆で見てる、見えてないから鍵盤。鍵盤見えてたら行きます。いつものゆあちゃんっぽい写真。ファーは歯が折れちゃった。あ、これ、これも分かんない。ニアもだよ、なんか蛇来るみたいな。え、そう、ホースがないの、防音なんで私の家。ハートありがとう。今日は出たらちょっと弱々しくなりますね。楽譜読めます、楽譜は読めます。あの、ただのピアノ習ってたんですけど、そのピアノ習ってる時に習得した技術は多分楽譜読むことしか、あのあれですね。ちょっとでもね、ゆはその小学校の時になんか音楽の授業で、そのピアノの楽譜、違うピアノの授業があって、でみんな読めないの、周りの子楽譜だから。ゆあちゃんこれ何って聞かれてました。なんで黄色なん、適当ですね。でもその小学校の時はゆあのピアニカが一番可愛いと思ってました。おいしい、ありがとう。お下がりあげないです。ゆあもホースだよ、ホースだよ、ゆあもホースがなかった。ハートありがとう。不器用だよ僕は。はいけなかった。ハートありがとう。ピアノ弾ける。ドレミの歌弾けるよ。
王です。魔王やばい。魔王知らんでしょみんな。チューリップ、あ、ドレミか。え、待って、どれ、チューリップいけない。チューリップいけないんだけど。吹くとこに風船、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 キラキラ星。あ、ドレミドレミドレ、あ、それ。違う。こんな、こんな、こんな、こんな好きになると思っていなかった。ドレミドレミソミレドレ、それ何の歌詞。え、な、待って、何の歌詞それ。何の歌詞これ。カエルの歌。歌コンサートでした。違う、ドレミとか送ってって。あ、そう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 、ドドソソララソファファミレド。あ、キラキラ星だねそれ。完璧完璧。何ですかゲットワイルドって。星の書店さん限定だった気がする、そのポストカードはね、免疫の。でもオンラインもあるよ。焼き芋屋さんって何。初見じゃないで、初見じゃないです。ピカピカありがとう。ピアニカかけん、ん、え、これが鍵盤ハーモニカイコールピアニカなの。 ピアニカなの。え、じゃあこれはなんて言うの。一緒、え。ハーモニカだ、これハーモニカ、これ鍵盤ハー、鍵盤ハーモニカ、ん、え。ちょっと待って、わかんない。え、あ、ピアニカ商品名。わかんないよ。エスケープ引けたよ今。くれない無理、くれない無理。あ、ちなみに本当にご近所迷惑じゃないんで、こちら、あの、本当に防音なんで聞こえないんですよ。トランペット吹いてるみたい。確かにトランペットね、吹いてみたいんだよね。応援してる、ありがとう。ダンス配信でいいの。逆に、逆にダンス配信でいいんですか。4000人。次のコスプレなんかある。結婚して宮丸さんとするのでお断りです。コンサートのエスケープでそれを抱えて登場するように。いやいやいや、どういうこと。弟と配信って問われまる。自己プロデュース力って何。やだよ、10からニコニコ食いとか。やだよ、ホース、いや、あったんだけど消えました。不協和音弾けたよ。不協和音だって。不協和音。音量下げた。僕は恐れたりしない。流れ星ありがとう。ね、確かにここファ。今日リアル声はやめて。ギャルはピアニカ弾き中、ギャルじゃないから。真面目に生きてきたので私。エスケープを弾くってすごいよね。エスケにね、万華鏡を弾けたけど、ちょっともう覚えてない。やめて、楽譜マウントネキ。ピアノ習ってました。え、ドラムやってくれる。バンド？なんて名前？こんばんは。予約してくれたの？ありがとう。ドレミアソラシで行きます。こんばんは。流れ星ありがとう。ビューティフル？待って。
これ弾けたよ今。しかも一発で当てた今。見てた今一発で当てたよ今。やばい、さすが折り面です。ビューティフル折り面です。弾けなかった。これから何すれば弾けるかな。ちょっと弾けなかった。弾ける曲と弾けない曲があるみたいです。はい、ピカピカありがとう。ピカピカありがとう。ピカピカありがとう。だー、流れ星ありがとう。なんで？ひらがなにしか目がいかない。岩が描いたわけじゃないから。魔王うまい、うまくないから。知ってる？魔王知ってるのみんな。え、それな、見ないって聞いてたよね今。エリーゼのために待って、一番好きだって。岩待って、ドゥルルルルドゥ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 。忘れちゃった、忘れちゃった。え、誰だっけ魔王って。シューベルトだっけ。ピカピカありがとう。ピカピカありがとう。ピカピカありがとう。え、わかる。ポップカありがとう。くれない、くれない、くれないに染まっ。勘なんで。 GG ありがとう。流れ星ありがとう。明星チャラメラモーニカ絶対違うよね。これひらがな。あ、じゃあ生誕くじ、これで生誕くじこれ剥がしてあげるわみんな。あ、そういうこと。鍵盤がついてるハーモニカだからハーモニカだ、鍵盤ハーモニカらしいわ。すごっ。何だから声でかいって。誰かな。そうだよ、結構真面目に防音、割と真面目にカラオケ配信。こんばんは。ちょっと待ってね、万華鏡、ちょっと待ってね。じゃあ前弾けたんだけど、ちょっと待ってね。何やっけ。ちょっと待って。まあ、かわいい、かっこいい、とうとうありがとう。いいね、ありがとう。お疲れ、ありがとう。うまいでしょ。だるまありがとう。ホースないです。ホースないです。ギャルに見えて真面目に勉強してたりピアノ弾けたり、ユアニアはギャップの方も本当。じゃ、ギャップじゃないの、ギャルじゃないの、大前提。かっこ懐かしい、あのさ、ウッドロック、ウッドロックだっけ、なんかあるじゃん、かっこ、かっこ弾く専門みたいなやつ。エリーゼ感ゼロやめて。ゼロじゃないから、あつもに。あつもに。ワックルホラカの音で、バー弾けたけどな、だから。ピア、マックのピアノの音思い出せないんだけど。あ、ピロリ、ピロリか。
対これやん、絶対今のやん。結婚して宮丸さんつうのでお断りに。フォーエバーラブ好きな曲それ、これね、難かった。まあまあしきさん、生誕が自己のシールいらないですか、なるまありがとう。ファイバーに行った時の曲どんな音だっけ、どんな音だっけ、ファイバーの音忘れた。あ、ファミ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 ファーか、え、ファミファミファミじゃないのこれ、違うわ。弾けない。何それ、払い戻しやん。違うよ、なんか普通にもともと防音防音っていうか、なんだろう、なんか本当に聞こえないんですよ。なんか結構なんかご近所さん結構楽器やってるんですけど、本当に聞こえないんですよ。ちょい聞こえるけど聞こえないんですよ。コナン？コナンくん？ジェラシーのアリバイ？待って。今弾いてたよみんな。チャルメラ、あ、これが手紙の歌は君にじゃなくてサビの方がいいか。待ってサビが出てこない、ちょっと待って、最初しか、待って、手紙、君に手紙を書き、君に手紙を書き、あ、好きだ、来た。待って、いける。チャレンジ成功。違います、ポップコーンありがた。違います、清楚系パリピです。ギャルでなくパリピでお願いします。サブウェイの音はないです。ポテト上がって、やばい。 X ジャパン分かんないかった。ファミファミ、え、そうだと思った、違った、詩人。
暖かいかはわからないです。どういうこと？笑い声聞いてる？聞こえてる？ダウト？ケンマースそんななんかね、いやも思った、なんか多くないって思ったけど、こんなにあるらしいです。発音もありがとう。鍵盤みたいにまあいつでも真剣なんで違うよ。ポップカーありがとう。ポップカーありがとう。ピアニカの目やばい。ガンダムはってどういうこと？ガンダムはってどういうこと？ミレードミレードド。待って、それ何の歌詞？何の歌詞それ？本当ありがとう。全部惜しい、わかる。惜しいよね。カレハナステーション？待って、え、むずい。カレハナステーションやだよ。ね、結構いけました。作曲はでき、あ、え、できる。岩さん、なんかちっちゃい頃にパパとママの結婚記念日にその生き物係さんのありがとうって伝えたくて、 ありがとうの歌あるじゃん。作曲ではないか。でそのありがとうって伝えたくてっていう歌あるじゃん。あれのあれ、振り替えバージョン、なんていうの、なんか自分で勝手に歌詞を変えたバージョンで歌ってた、歌を披露した。それ弟に練習させて。だからまあ作曲できます。はい、ほらありがとう。ファゾラを同時に吹いてみて。教会っぽい、教会メロディーです。ごめん。セイクラブしたユニット、それはもちろん私は思い出以上やりたいですよ。マリオの恋の音、あ、こうやってこれが、え、待って何がごめん。あ、替え歌ないんじゃ、眠くなるよ。パチ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 、ありがとう。やば、はい、私の演奏会終了です。終了です。終わりました。そうだよ、詩人。いや、多分詩人、詩書いたらいけると思います。僕は今明るい空に一人の鳥として、遠い北に向かっています。
そんな僕を周りの人はなんだあれと言います。ポエマーです、ポエマーです。いや、思い出以上ができればどこでも。まあ、名古屋駅の新幹線の発車わからないよ。よく知ってね。いや、アンコールやめて。アンコールとかないから。アンコールとかないから。今日音楽の授業です、皆さん。習得しましたか？感想を50字以内で書いてください。はい、餅食べまーす。でも、残念なことにここは布団の上なんですよね。お皿はないんですよね。え、すごーい。本当に。黒蜜と分かれている。ほら、もうピアニカ頑張りすぎて後ついてる、見えんか。アンコールしないです、アンコールしないです。いや、そんなことない。一人の鳥やばいね、一匹だね。センスの塊だと思う、ゆわ。なんかね、本当に器用なの、ゆわ。その、なんだろう。手先が器用もあるけど、まあ、絵は描けないんだけど、その、なんだろう。なんか、思考が器用みたいな。陰みたいになっちゃった。思考が器用。なんだあれで台無し。いや、違いますね。違いますね。ゆわを、ゆわを。いや、メロディーいけません。私電車あんまりいいです。恋は人を詩人、そうなの。すごい、恋を語る詩人になれなくて、え、そういうこと。ピカピカありがとう。ってことでピアンね。いや、ピアノアプリ消えちゃったからさ。感動しましたか、私の制服の面じゃなくてピアニカ公演。食べ方ね、メールの返信で教えてもらったよ。このね、包みをうまく利用するらしくて、はい、このね、おっきい包みを、これ見せながら食べれないよね。あ、え、結構包み大きいんだね。このこぼさないため、これもしかしてこぼさないためですか、これは。でね、この剣もありますから、はい、剣もありますから。そうだよ、塾でも音楽取り入れてるんで、はい。感想ありがとうございます。カエルの歌は完璧でした。他の曲もしっかり吹けててびっくりしました。33、ダメだね。あの、これみんな知ってるか分かんないけど、なんかよく50字以内が50字程度って言われるじゃん、書くときに。で、その50字程度はその45以降なんですよ。で、50字程度は55以内なんですよ。だから33とかちょっとダメです。ちょっとあの、もうちょい増やしてもらわないとと思ったんですけど、ショールームのコメントってあんま長いの書けないよねって思った今。え、今日さ、オイル塗りすぎてさ、前髪さ終わってるよね、普通に。あ、あ、そう、違う、なんかあっちゃってて、このビニールで餅ときな粉をなんかあれなんですよ。ちょっと待って、黒蜜、
黒蜜ですね。いや、黒蜜ですね、これ。なんか、どこだっけな。どこだっけ。北海道か。なんか北海道にそのわらび餅のお店があって、そこの黒蜜がめっちゃ美味しかったの。そう、そこの黒蜜美味しかったんだけど、ちょっと忘れちゃった。北海道だっけな。そう、そういうこと。天才、感性豊かです。めでたい。逆？あー、なるほどね。鳥を一匹ってやるのがね。あーは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 ー。ならちょっと得意です。はい、そうだよ、飛行が器用です。河村塾の塾かそれも読み男女やん、読み男女やん。ラッパーでーす。ポポカありがとう。初見さん、 SKE って愛知だっけ。そうですよ、愛知です。SKE は愛知の名古屋市の栄です。パルコがあります、栄は。じゃあアプリ、そう、なんか使ってなかったら消えるんだよ、アプリって。知ってた、知ってましたか。え、これさ、きな粉の量すごいね。きな粉だけ食べます。きな粉だけ食べるのは違った。甘くないんですね、これ。きな粉が本当のきな粉です。甘くないきな粉です。だから黒蜜かけるってこと。黒蜜かけます、かけますね、黒蜜。ちょっと私甘いのがいいんで。今何時ですか、皆さん。かけたいと思います。待って、違う、これ出すんだっけ。じゃあこのビニール袋にこれを全部出して、その上から黒蜜をかけて、あのおにぎりみたいに握るっていうのを聞いたんですけど、いや、こぼさないです、私。期待裏切るタイプなんで。え、きな粉だけ出た。え、うん、ひっくり返すらしい。違うっけ。取れないんだけど。え、え、待って待って、これ3個に分かれてんの。いや、さ、1個だと思ってた。3個に分かれてんだけど。待って、これさ、思ったんだけど、このまま食べちゃえばいけるのでは。ほら、いや、もうこぼさずいけるね、これ。うんただきな粉出しただけなんですけど、これ。これきな粉と黒蜜混ぜたらやばくなった。
オッケー、食べました。むせません。私は皆さんと違うので。あ、出るんだ。出るんだ。美味しいです。そうだよ。読みなんじ熟かで。ちょっとやばいな。ちょっとお見せできないかなと。はい。え、30枚本当に買ってくれたんですか。ありがとう、ありがとう。6月23って一番最後。期待裏切っちゃうので、私。そうだよ、間違えた。サンシャイン栄が一番でした。はい、ありがとう。50分もうすぐ終わります。はい、あの、私の夜ご飯があるので。ハートありがとう、ハートありがとう。いや、前振りじゃなかったでしょ。え、思った。ちょっと汚らしいかなみたいな。まあ、まあ、私失敗しないので。それな、ただのきなこ餅です、これ。あ、食レポ分かりました。あの、まあ、やっぱりその刺した瞬間もちっとして、口に運んだ瞬間もにゃってして、そしてその甘いお餅の味が広がりて、で、餅ももちもちしてまして、いいですね。はい。写真会ツイムをしてください皆さん。5月11日まず12もか。チークがし、懐かしい。それはそう。むせないです、すみません。あの、半思いとか関係あるんですかね。むせた方がいいですか、今から。あ、やばい、今からきなこきた。すみません、低電力モードでした。あ、スマホ復活したんで時間見れます。はい、皆さん読み壇上です。読み壇上してください。読み壇上してください。読み壇上してください。そうだよ、夜ご飯の前に信玄餅。美味しそうじゃん。あ、じゃあ今の気持ちを俳句でいきたいと思います。いきます。信玄ちゃん。信玄ちゃん、みんなで一緒にむせましょう。今日の一個でした。整いました。おもちもちもちでした。ちゃんと会いに来てね。うんうんうん、もちろん来てください。え、申し込み完了、ありがとう。女優だよ。きなこの前でくせにしないから。むせたら固まったよ。
プロダンでーす。プロダンでーす。それな。ほら、ありがとう。ありがとう。ねえ、やだ。黙ってると落とせそうだって。ハツもありがとう。信玄餅にならなかったから信玄ちゃんにした。信玄餅、信玄ちゃん、あ、信玄ちゃんも6だった。え、いけない分録画撮ってくれ、と追加しまくってくれたの？ありがとう。尊いです。尊いです。あのね、そう、信玄餅でむせちゃった。けほけほ。はい、ちゃんと閉まりましたので、さやねえに言うわ。握手会戦争だから大丈夫。うん、よかったよかった。ありがとう。無言配信でもいい？今度は無言配信でもいい？声でかいやめてください。あ、もしかして二重人格？もしかして二重人格私。いきまーす。10歳の方。ゆあの、うちわを作ってくれた水色のハムス、え、あのさ、グランドフィナーレの A 列にめっちゃそっくりな方。本日2度目の塊ですみません。はい、でそのね、あの、そうそうそう、グラン、オープニング、じゃグランドフィナーレの A 列にめっちゃ似てる人いて、でこのうちわの作り方もめっちゃ似てて、え、いわおしじゃないって思ったけど違いました。12の方、え、黒柴犬の方可愛いですね、黒柴犬。11の方、まやさんのコアラのマーチのカーチャー。10位の方、チュロスの方。9位の方、いや、カムラジュク初めまして、ヤーバスってココミンやないかい、ココミンやないかーい。8位の方、ユアのメイドの写真の方。7位の方、ユアのかわいいパーカーを作ってくれた方。6位の方、アンズさんのアバターの方。5位の方、増えてるこれは、え、あ、みやびちゃん、これみやびちゃんやろ、みやびちゃんですか。4位の方、ゆうねさんのアバターの方。3位の方、昨日の挑戦ゆあちゃんでした。2位の方、あ、ピアノメイドさん、ピアノメイドさん。1位の方、ゆあが描いた歌舞伎の方です。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ヤーバスってナーバスだよ、ナーバスに。ほら、ありがとう。さ、終わります。待って、もう23時2分じゃん、今23時に終わろうと思ったのに延長しちゃいました。お疲れ、お疲れ様でした。はい、バイバイみんな。